e ディフェンスは国立研究開発法人防災科学技術研究所が所管する大型構造物の振動破壊実験を行う大規模実験施設。名前に関される E はアースを表す。一般的な日本の小建て住宅のほか、鉄筋コンクリート造り6階建て程度の建物の振動破壊実験を行うことができる世界最大の耐震実験施設である。 なお、施設のメインとなる実験棟の面積は、約5200平方メートル、高さ43メートルである。施設は、兵庫県三木市にある、兵庫県立三木防災公園内にあり、2005年1月15日に、竣工した。阪神、淡路大震災をきっかけとして、1995年、科学技術庁により、都市部を中心とする地震災害の軽減を目指す。 総合的な研究を行う研究拠点を設けることが提言された。これに基づき、実大三次元振動破壊実験装置を、阪神、淡路大震災の被災地の郊外である、三木市に開発された兵庫県立三木、防災公園内に建設することとなった。当該施設の最大の目的は、実物大の構造物を実際に破壊に至るまで、振動させて、その過程を、 科学的に分析、記録し、壊れない構造物を設計するところにある。ただし、壊れないとは、ひびも入らないという意味より、ひびなどある程度の破壊を受け入れ、人命が失われるレベルでの破壊を防ぐという意味の、壊れないということである。実験内容としては、世界最大規模というメリットを生かし、マンションなどの集合住宅、高層建築などを想定した。 振動破壊実験が行われている。高層建築を想定した実験では、長周期振動などが再現されている。ありがとうございます。